うる星や、らアニメ。本記事では、高橋留美子の漫画、うる星や貫を原作とした、各種アニメ作品について解説する。高橋留美子の漫画、うる星や貫を原作として制作された一連の、アニメ作品。制作は、スタジオピエロ、ディーンテレビシリーズは4年半という長期にわたって、放送、劇場版も6本作られ、テレビシリーズ放送終了後は、 OVA シリーズも作られた。関連商品化においても成功し、売り上げは100億円とされた。テレビシリーズや劇場版、劇場版の各項目を参照及び、OVA 作品はビデオ DVD 化されている。また、レコード化作品も多数ううあり、LP は7作が、オリコン LP チャートで10位以内にランクインしている。 1981年10月14日から1986年3月19日まで、キティフィルム、フジテレビ制作、アニメ制作は前半スタジオピエロ後半107回130話目、以降、ディーンでテレビアニメ化された。全218話。放送時間は水曜日19時30分20時、原作1巻から29巻までの内容がテレビアニメ化されている。 序盤は視聴率こそ20%前後と好調だったが、常にハンラの少女が登場している、登場人物が下品なことを言うのを子供が真似をするなどの理由で、フジテレビのワースト番組上位の常連で番組たくらみ者は常に会議室で謝らされていた。最高視聴率は27.4%、第35、36回ひな祭りランちゃん登場、ランちゃんご招待。 放送初期は15分2話形式だったが、原作に追いついてしまうため、第3クールより30分1話形式へとシフトした。そのため、放送回数と話数が異なっている。このシフトのもう一つの理由として、お尻のギャグセンスを盛り込めた作品が15部の枠の中に収まりきれず中途半端や唐突な印象を与えたため、これを回避するための方策でもあった。 シリーズの前半ではいつ番組が打ち切りになるかわからない状態だったため、クールの終わりごとに、それらしいエピソードが放映されている。第67話、君去りしあと。第77話、ラムちゃん主催大忘年会。第87話、さよならの季節。第101話、じめ、愛とさすらいの母。第116話、修太郎不幸の朝。 改変期などの特別番組やプロ野球、ヤクルト戦の中継、バレーボールワールドカップ中継のため放映休止がたびたびあり、後期の1984年1985年にその傾向は顕著となった。その結果、約3年9ヶ月分、全195回の放映に4年半を要した。劇場版2作目のビューティフルドリーマーの作成時期には、 主要スタッフが映画作成に回され、総集編の回が5回ほどあった。当初のチーフディレクター、CD は当時スタジオピエロの社員だった、押井守。押井によると、スタジオピエロは、太陽の声ステバンと、マイッチングマチコ先生に、主力スタッフが咲かれ、制作デスクすらいないという状態で制作が始まった。放映当初は、原作との違いなどを理由として、 原作ファンから、カミソリの入った、抗議の手紙、バリ増ンの録音された、カセットテープが多数せられ、おしの交番話まで浮上した。しかし、サンクール目から体制を立て直し、文芸に制作進行だった、伊藤和則を抜擢、アニメーターに自由にやらせたことから、森山雄二や山下正人、落ち和弘といった目カも描ける当時若手の、 実力派アニメーターが集まるようになると制作に余裕ができて次第に評価は上向いていった。原作の人気に加えて繊維的な演出や作画からアニメファンからも注目されるようになった。また若手のアニメーターには西島勝彦のように志願して本作に参加した者も,のもいた。教えの思考により逆のネタとして漫画、アニメ、映画、有名人、 歴史に残る名言などをパロディーにした回もある。これらの作品の中には、当時の曲上層部から、やりすぎ、意味が分からいと注意を受けた回もあった。おしいによると、みじめ。愛とさすらいの母は、フジテレビに一旦納品拒否されたが、放送に間に合わないことから、結局収めたという。この時、おしいは、曲調室に呼び出されて、厳重注意を受けたという。しかし、 他のアニメ同様、オリジナル部分を入れないと、原作部分だけでは、差しが余るため、アニメスタッフが考えざるを得なかった。推しは、ビューティフルドリーマー公開後の1984年3月放映文第106回をもって、CD を交板した。当時のアニメ雑誌で、体力的、精神的な限界と理由を述べ、同時に所属していた、スタジオピエロからも退社している。 このため、第107回から前半部の主要スタッフの一人である山崎和夫が後半の約半分の CD を担当している。制作会社もそれまで同テレビシリーズのクロス受けをしていたディーンへと変更となり、半年間はスタジオピエロと連名でクレジットされている。これらの結果、テレビシリーズ前半と後半では作風が大きく異なっている。音楽面でも、 オープニングソング、エンディングソングのほとんどを作曲してきた小林泉が同時に降板した。後半では原作に忠実にしたいと山崎は当初歌ったものの演出面での推し作品との違いや作画スタッフなどの交代、原作の人気エピソードのほとんどを消化したなどの様々な要因から結果的に原作の完結を待たずに アニメの方が一年ほど早く放送を終了する形となった。最終回も原作ではその後一巻分を使った壮大な追いかけっこが描かれたが、テレビでは最終回でなくとも成立するアマテラス宴会のエピソードに絡めてオールキャラクターが一堂に会しドタバタに終わらせる形での終了となる。テレビシリーズが原作の終了を待たずに終わったことは熱烈なうる 星ファンに品縮を買い、プロデューサーの落合もう一の自宅には、毎日のように、無言電話やチャイムの押し逃げなどの嫌がらせが殺した。落合は後に、これを、我が人生最悪の日々と語っている。原作の最終エピソード、ボーイミー・イッツ・ガールは、その後、1988年に、劇場版、ウル・星奴ら完結編として、制作、上映された。 1987年5月には、引きレコードが予約限定発売で全話をレーザーディスク50枚に収録して33万円で発売。予約のみで限定3000セットが完売、追加した3000セットも完売した。これが後に DVD ボックスまで繋がる LD ボックスと呼ばれる商品形態の第一号であった。LD ボックス発売前には、 うる星やつら傑作集というタイトルで、高橋ルミコ次戦傑作集が LD、VHD で発売されていた。音楽を担当した安西文子により、アナログシンセサイザーやフェアライトシゲミーによるテクノ風味のサウンドが本作のドタバタシーンなどで主に使用されることとなった。ちなみに安西は当時原作の大ファンであった。主題歌、ラムのラブソング。 宇宙は大変だ。の伴奏を務めたのは当時の高中正義のバックバンドで劇中の BGM にも高中の曲が時折使われていた。初代オープニング曲ラムのラブソングは初回から約2年間続いた。アニメージュシ主催の第4回アニメグランプリ音楽部門では2位の愛の金字と六神合体ゴッドマーズエンディング曲を1票差で 抑えて1位を獲得しているほか、様々な歌手にカバーされている。2曲目のダンシングスター以降は、当時のテレビアニメとしては珍しく、主題歌を半年に一度という早い周期で変えている。また、シリーズ前半、惜しい時代には、ほとんどの曲で原曲の速度を上げて使用している。そのため、原曲と聴き比べると、感んだかい声になっている。話数が多いため、 伸縮型のメニューとして掲載する。系列は当時のもの。遅れネット局の放送時間は1985年2月時点のもの。系列外では NHKBS2 のほか毎日放送などの地方局でも放映された。現在、地上波では独立局で放送されることが多い。CS 放送局ではテレビ本編が富士テレビ1で。 劇場版と OVA 版は、キッズステーションで放送されている、キッズステーションでもテレビシリーズ2013年2月より、デジタルリマスター HD 版で放送。2018年からは、テレ朝チャンネル2で、土曜21時30分から放送。詳細は、各項目を参照。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。